Spinner。味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第80回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。はい、現在12月というわけで、今年ももうすぐ終わりだなという時期になってきましたが、まあ今年もね、たくさんいろんな食べ物の感動ありました。で、私結構そういう意味では本当いろんな食の感動にね出会ってきた人生かなとは思うんですけど、なんか世界にこんな扉があったんだみたいな、私の知らないこんな部屋が用意されていたのかみたいな、結構新しい発見をもたらしてくださる、まあ、食のメンサみたいなね、天才的な方が時々いるんですけど、今回はそのお一人にゲストで来ていただいております。早速お呼びしましょう。グラフィックデザイナーで古物コレクターの永井幹二さんです。よろしくお願いします。わー、よろしくお願いします。幹二さん来てくれた。いや、来てしまいましたね。いやー、もう私的にはご褒美会っていう感じで、いや本当に永井幹二さんはですね、まあグラフィックデザイナーで古物コレクターということなんですが、はい、もう本当にそんな店あるんだみたいな、常にこう素敵&度肝を抜くような飲食店をですね、こういつも無尽蔵に教えてくださって、まあ、私はそんな永井さんのご飯のお話が大好きなんですけど、まあ今日はぜひ永井さんの味な店ということで、永井さんの心を震わせた飲食店の話だったり、お店への向き合い方などいろいろとお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。初めてご一緒したのが、練馬桜台の焼き鳥店。そうそう、スタイリスアジアンっていう。ですよね。そうそうそう。なんかこう一人でご飯食べに行くときに、なんか心の中で、なんかのタイミングの時に、こう平野さんってこう、なんか聞こえてますかって心の中でなんか思う瞬間があって語りかけてくれてるんですよ、心の中 で、 でこのスタイリスアジアンは、なんかその元々秋元屋さんっていう有名な焼き豚屋さんで、まあ、修行したネパール人がやった、焼き豚屋さん、独立した焼き豚屋さんで、これまで出ないんですよ、平野さんは。まだ出ない。そうで、まあ、どんなもんだと食べに行って、で、あ、カレーもあるし、こうおせんべい、パパロとかもあって、いや、いいなって食べたら、レモンサワーです、あるでしょ、ならこう焼酎に氷を入れて炭酸で混ぜて、まあ、飲むんですよ、でそレモンサワー頼んだら、その少し前にこう、シャリキンって言ってね、この焼酎を凍らしてシャーベット状にして、こう入れてレモンの炭酸入れて、まあ、氷がないから焼酎が薄まらないっていう美味しい飲み方があって、居酒屋で流行ったやつですね。そうそうそう。でそれで頼んだら、そのジョッキにね、焼酎を入れてね、キンキンにそのまま凍らせてて、その店が、でね、おかしいでしょ、ね、出てきたらね、スケートリンクみたいなやつが出てきて、なってますね、そうそうそう、完全にね、それね、あれ秋元やってって言って、でこうレモンの炭酸ね、お酒の入ってないやつをこう入れるんですよ、もうスケートリンクだからずっと溜まったで、みんなこう首かしげながらレモン味の炭酸飲んで、おじさんたちがみんな、で僕も首かしげながら涙がわーって言って、炭酸おかわりって言って、みんなまた入れて、割り箸とかでカンカン押すけど、スケートリンクだからなかなかね、そうそう、ね、焼き豚の串のとんがったやつでこうちょんちょん、なるほど、それもちょっと全員トライしたり、こう箸をこうガリガリやったりとか、でもなんかみんなこうまたとか言いながら炭酸おかわりとかつって、でまあみんな首かしげながら飲んでて、でみんな酔わないんですよ、そんな、ですよね、そう、でもなんか3杯目ぐらいから、そのスケートリンクがコロンって言っていきなり牙城崩れる、牙城が崩れて流氷みたいにこうバッと浮かんだ瞬間におじさんたちがバッタバタ倒れて
平野さんって思って、そこだったんだここ秋元康修行の店じゃないって思ってなんかそこだったんですよ。私てっきりその普通の焼き鳥屋さんに見せかけておいて、うん、実はそういうネパール料理があるよっていうところで、そう、まあ、締めの面白いっていうね、カレーも あったんだけど、うん、まあまあそれはね美味しかったけどそこまあそれぐらいじゃあね、僕の西武池袋線ってまあ僕、まあ、住んでる線なんですけど、はい、そこにヒロさんをこう呼ぶわけにはいかないなみたいな観点そういやでも西武池袋線はなんか面白い店本当多いんだろうなっていうね、うん、なんかね、あの、はい、地元になんか根付いた店が多いですね、うん、だからなんかこう一歩一歩一駅ずつ歩いて、あの一駅ずつ歩くんですよ。でえどういうことですか、歩い電車に乗って、電車にまず歩いて、まず歩いてで今日終わったと思ったらそこから帰って、あなるほど、翌日その駅からまた歩いていくみたいな感じなんですよ地道地道にだこの前もあの葉山の方にこうずっと歩いて行ってて、はいはい、今も何年かかけて、どういうことですかそれって、葉山の方まで一駅ずつずっと東京から歩いて行って、一駅ずつ歩くもう一回説明してほしいんですけど、ずっとこう買い付けとかこうお店で歩くんですよとりあえずで先月かな、はい、三崎まで行って、すごい、そう、海と老人ホームしかなかったから帰ってたんですけどマグロ丼食べて帰ってきた。でもその何もないっていうことをこう、まあ、ということを発見するっていうのもある、海しかなかったすごいな、伊能忠敬とかじゃないですか、ですね、伊能さんの現代の伊能忠敬をやられているという、日本列島を、ね、こう足でこうそれのやっぱそこはやっぱ足で行かないといけないんですか、うん、いやなんか電車とバスが止まらないところになんか行こうとするんですよね。食べ物もなんかその店を目指していくわけじゃなくて、なんかそこの場所に行ってなんかこう食べ物もそうだし、僕のは古物とかなんで、なんか古いこうおもちゃ屋さんとか電気屋さんとかってそういうとこにあるんで、なんかそういう感じですよ。そういうとこほどなんかやっぱネットには載ってなくて、永井さんはもう食べログとか使われない。食べログはなんかインスタにつながるでしょ、インスタとかツイッターとかに、 あれでなんか調べるためには見ますね。 あくまでなるほど、食べログ、うん、そうですね、食べログのなんかこう特典ではあんまりってことですよね、うん、なるほど、問いつつね、うん、問いつつ僕が平野さんと会った時に、うん、平野さん、こう平野さんっていう店って、うんうんうん、なんかどういう店なんだろうと思った時になんかね思ったんですよね、その、はい、例えばですけど、はい、食べログってなんか5点の評価があって、はいはい、きっと平野さんはこう3点から5点のところを食べてて、うん、僕はね多分5点は食べてないから、うん、3点から4点ぐらいなんですけど、うんうん、だから僕は2点の店を食べて、うんうんうん、この範囲を広くして、うんうん、ひなさんと同じぐらいになろうと思ってで一時期すごい2点のね店をね、そういう意味では食べログですごい探したんですけど2点の店を一生懸命食べた時期があって、あでも分かります、私もでも食べログ面白いなっていうのは、うん、あの1個エリア決めるんですよ、うん、でそのエリアを全部見るんですよ、うんうんうん、でそれ見ていくと、まあ、最初いい店ですよね、うんうん、でだんだ なんかチェーン店みたいな、うんうん、でなんかちょっと死のなんかゾーンみたいな謎のスクロールねそうもうここはもう目つぶっていくしかないみたいな、うん、まあそういうなんですよね、ありまして、でその後に出てくるんですよね、とんでもねえ店が、とんでもない店が出てくる、そうあれを探すのは結構面白いなっていうのは、まあ、あのチェーン店の謎のねスクロールね、あれ本当人生のすごい何分か無駄にしてるよねすごい無駄な時間で、うん、ありますよ ね、 そうそうそう、でもあの行って一番上がチェーン店の時とかね、なんかその時の絶望感、やばいこのエリアはやばいぞ、このエリアやばいみたいな、そう死の谷みたいなそうそうそうあるんですよね、そこ越えると結構面白いものであったりとか、あと私あの、うん、この間それこそ、はいはい、ポパイっていう雑誌で連載味の店ってやらせていただいて、うん、そこにもね永井さん来ていただいて、いや、うん、その時にご一緒させていただいたフロリダ亭、あそこもすごいよね、あれすごい、あれなんて言ったらいいんですかね、なんなんだろうあそこ、まあカレー屋さんなんですけど、マンションの管理人室ロビー、いや
本当になんかロビーですね、うん、ソファーとか、うん、本当ロビーなんだよね、うん、もうちょっとやりようあるよ ね、 あれねロビーをまんま使っててガランとしたね。そう、うん、でなんかねすごいトライアンドエラーの店でロビーのね、うん、なんかガラステーブルって、うん、座ったら膝小僧の下ぐらいの高さになるなるにやって、うんうん、でお客さんが膝小僧から下のテーブルで食べるカレーはすぐお腹いっぱいになるっていうなんかクレームが来たみたいで昔のカフェみたいなの、ね、一時期流行ったカフェブームの時のそうカフェブームの時みたいなやつでなんかちっちゃい木のサイコロみたいなやつ足の先につけてちょっと高さ調節してたりとかあ、ね、すごいですねそれは。あとなんかカレーリなんかね、バナナの葉っぱに包まれたカレーライスが美味しいんですけど、美味しかった。あれ僕がオープンしてすぐ行った時に8人ぐらいで作ってたんですよね。いやいや宮廷料理1人1品みたいなめちゃめちゃ狭い部屋で、ね、すげえいっぱいいるな。お客僕1人で向こうで8人やってて王者の食事じゃないですか。そうそうそう。で急になんかおでん始めたり、えおでんも冬場おでん始めてでね、なんかスリランカ料理なのに、うん、なんか欧風カレー始めましたってなんか言ってたりとか全貌が見えない。そう、本当にホットドッグ始めて、うん、あ見た見たハッターがねハッターくあの現地ではハッタークって言いますってあの玄関に、ね、わざわざ書いてたりとか書いてありましたね。あれも僕のあれは結構平野さんっていうの早くて、うん、あの初めてあじゃあ2回目かな入った時に、うん、めちゃくちゃでかいウーファーの効いたスピーカーが置いてあって、うん、なんかあのなんていうの虹色に光る無駄に虹色に光る渋谷の雑居ビルとかにありそうなやつですね。すごいでかいスピーカーに、うん、あのガクトが歌う浜崎あゆみカバーのシーズンが入ってたんですよ、うん、それは爆音で平野さんって完全に平野案件です入ってすぐ平野さんしかもガクトカバーなんだ。そうでなんであれをかけてるのかって、まあ、うん、僕はあまりそういうの聞かないようにしてるんですけ ど、 なるほど、ね、まあ、ドリームなんで。あそっかそっか、うん、あんまり入り込みすぎない、あんまり入らない方がなんか楽しめるじゃないですか。なるほど確かに。もう一回行ってまたシーズンだったらよしよしと思うじゃないですか。そうです推測がね。そう、うん、一応夢がなんか紹介する前にかかってるかなと思って、うん、一応行ったら、うん、次はあの鬼滅の刃のグレンゲがバコンかかってて脈絡な、まあ大丈夫だなとこれじゃあ紹介できるなとこれで決まったんですね。これそれで決まったなと思ってなんかすごい可愛い秋田犬のワンちゃんがいます。ひなちゃんってね、ひなちゃん秋田犬のね、うん、なんかすごい可愛くて、うん、あの子も見せたいなと思って、なんかひなのさんとひなちゃん合わせてポパイに乗せたいなと思ってすごいキュレーション。でもあれからなんか半月後かなんかの撮影でめちゃくちゃでかくなってて、うんうんうん、秋田犬ってすげえでかくなってて成長も半年ですごい成長してて思ったよりもう人間くらい大きかったですよね。めちゃくちゃでかくて、うんうんうん、なんかこう店にいるのかなと思ったら裏手に結構こうぐいぐいこうくくられてそうなんだちょっと可動域が狭まってる、ね、サンタクロースの帽子すげえかキツキツなやつかぶってあの外のフードの時にちょっとそれ平野さん平野さんって平野さんアラーム、うん、アラートですね、出ちゃいましたね。あとその時に教えてもらった、うん、あのグリーンカレー&国語教室 M っていう、そうそう、なんかね、ったことないんですけど、あそこだからその時になんか候補を出したんですよね、はい、なんかポパイで紹介するっていうので、はい、であれも別にこう大山方面から椎名町方面にこうずっと歩いてたんですよ、はい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 、歩いてたんですね。で街道を街道をずっと歩いてて僕なんかこう何としてもこう行ったことない店に入るっていうのがもうプライオリティワンっていうか、そこをなんかこうなんかチェーン店でこう埋めたくなくて、すごい気絶しそうになってくるんですけど、ね、いや本当傷ついたりとかしません？なんかあれ本当になんかボロボロになる時とかありますけどね。そうですよね、うん、食べればいいんですけどね食べればいいんだけど、なんかこう、うん、どうしてもの時はちょっとコンビニで、うん、なんかなるべく味のしないおにぎりとか、うん、なんかこう梅のおにぎりって一番おにぎりの中で、うん、あんま好きじゃないんですけど、あ、そうなんですか、一番その好きじゃないおにぎりにしてこう食へのこう
欲求をあなるほど下げないようにしてなるべく食べたくないもの食べてから行くみたいなすごいですね そのこだわりで、そこでなんかこう通ったら、まあ、カレーって僕すごいカレーって文字とリサイクルって文字にやっぱりすごい レーダーがアンテナ張ってて、リサイクルなんか間違ってサイクリングショップとかが遠目に見てもこうああ違ったみたいな、そうそう、ああ違ったみたいな、うん、でカレーってやっぱりすごい目に入るんで引力があって、うん、パッと見たらこうカレーグリーンカレー&国語教室 M って書いててこれ国語教室と思って、でも店もなんか全然カレーっぽくないんですよね、もう厳格なんじゃないかみたいな、そうあれって嘘でしょと思って何回も見て、で入り口見ても別にカレーの何にもなくて、なんかね張り紙にね、うん、ここは国語教室でしょうか、はたまたカレーでしょうか、カレーショップでしょうかとか書いてあって、え、問いでカレーが食いたいんだよみたいな、で国語教室なんじゃないのかなと思って、僕はねなんかこう入ってね、うん、カレー屋さんだったら、はい、まあね最悪食べればいいけど、そうですね、入ってなんかあのクモンみたいな ね子供たちが一生懸命カリカリやってたら危ないから、うんうん、そうですよね、いや中見えないしなと思って、うん、でもまあ入るかと思ってこう、うん、ちょっとねあの何も分かんないわけです、はい、ガーって入って、はい、いやーとかに入ったらいや結構女性の一人客が何人もグリーンカレー食べてて、あカレー屋だったんですね、カレー屋だったんですよ、はい、でもなんかね内装はね国語教室なんですよ、国語教室ホワイトボードとかあってそこに本当じゃん、はい、でじゃあの子供たちが座るところをこう向かい合わせの席にして、そこでグリーンカレーとんでもない店、とんでもない店で来たなと思って、うんうん、であのじゃあ僕、まあ、グリーンカレー一択なんですよ、うん、でこう手前にこうコーヒーの自販機みたいなカップコーヒーがあって、うんうんうん、それはなんか無料らしくて、うんうん、でこうじゃあグリーンカレー一つって言ったらあのプラス100円でオウムかけますかってオウムかけるよね、めちゃくちゃいい声、プラス100円でオウムかけますかってかけますみたいな周りパッて見たら全員やっぱ女性オムかかってて、やっぱそうですよね、あこれ断るやついないよな、あらがいがたい、で女性がこう今日も美味しかったですとかつって、うん、でだからあの自販機はコーヒーは無料なんで帰りもコーヒー入れて帰ってくださいとか言って、イケボなんだすんごい声よく平野さん、平野さんまた荒ら出た、そこ実際国語教室もやってるんですか、国語教室もやってるみたいですね、とんでもない二毛作、うん、なんか最初とか全然それもドリームでずっと何回か旅に行ってて、でもやっぱりちょっと国語教室国語教室やってんのかなと思ってだからなんか国語教室の先生がこう銀座かどっかの名店の味、はい、あの閉店しちゃった店をなんとかこう食べたいから味をこうレシピを継承してやってるけど、国語教室もやらなきゃいけないっていう葛藤から生まれた奇跡のやっぱお店です、ね、いやでもその実話なんだっていうね、それちょっと今にわかに信じがたいんですけど、これ実話なんだっていう、そう国語教室とグリーンカレーで M っていうね、 M も気になります、ね、M も気になる、やっぱちょっと歩みがち勢としては、そうそうそう、 M も気になりますね、そう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 、へそのドリームっていうのは、うん、あえて聞かない、あえて答えを聞かないで妄想を繰り広げるっていうのをドリームって言うんですか、なんかねドリームっていうかそのなんかね、あの知ら僕なんかはその行ったところを平野さんの記事にしたりとか紹介するっていうあれじゃないんで、そこを行ってなんかそれが楽しければ、うんうんうん、ひとまずまあ通ってれば分かるじゃないですか、そういうの、実はこうだったのかとか、 でもこのおー国語教室みたいな、このおカレーとかしかもうまいみたいなのってなんかもう一回楽しめるんだったらもう一回行きたいし、なんか気づくまで別にこう調べなくてもいいのかな、そうだよな、その分かる分からないの淡いを行ったり来たりしながらなんか近づいていくみたいな、なんか 女性気になる女性がいて、はいはいはい、なんか彼氏いるのかなって思ってもこう彼氏いるって聞くんじゃなくて、こうずっと話してるうちに彼氏いないんだとかって言われて、あそっかみたいななんかこう別にそれが自然だから、別にそう思えばさっきのスタイリストアジアンも、あ気持ちは出身なのになこれかみたいなのをずっとこうちびちび楽しみながらっていうのが僕の中では、それドリームっていうか、そこまでなんか調べきらなくても
なんかいいのかな。いや本当真の意味での味わいですね、うん、それは。だそこまでこうだったら嘘ついてないわけって言っておかしいですけど。そうですよね、うん、知らないんだもん、知らないんだもんだって。そうそうそう。だからこれ一応止めといて誰かに伝えたいとか、こう人に言いたいとかあるんですけど、うん、いや素晴らしいですね、うん、最近はなんかあのこういうお店おもろかったよみたいな、なんかそんなお聞きするのもおこがましいなっていう気持ちになってきますけど。いやいやでもなんかこのそのポパイの時に、うんうん、あのここもどうですかっていう店は、うんうん、なんかそのね東長崎の松月っていう中華料理屋さんが、うん、まあ町中華なんですけどね、はい、なんかよくある町中華屋で、まあ、何があれってわけじゃないんです、うんうん、近所にあるからってだけなんですけど、うんうん、めちゃくちゃ量が多くてもう、ね、めちゃくちゃ量が多いんですよね、うんうん、でも安くて、うんうんうん、でも食べきれなくて、うんうん、僕ってそんなに食がこう大きいわけじゃないんで、じゃあそれでいろいろ探求するの相当深くかけて、一か八かですよ、一か八かですよ本当に。本当だからめっちゃしょっぱいとかね、むちゃくちゃしょっぱいとかありますもんね、あるんですよね、うん、だから本当なんか全力でたあの本当に最初の5分ぐらいが勝負であ分かる、うん、なんかブワーッと食べないと、あそれ分かります、すげえ腹ペコだと思われてて逆にね。そうあでも確かにそこの5分間でブーストさせないといやもうあと死ですよね。いやあと本当死だから、なんかガッと食べながら、うんうん、万が一残す時に、はい、何だったら失礼じゃないかとかって考えるんですよそんな手があるんですね。まず、まあ、お肉系はまず残せないなとか、分かる、うん、なんかこうね、あ外のとんかつだったらこう外側だったらなんかこう脂身なのかなとか、店主にそれだっていいかなとか思われるとか、なんかこう店主の方から見て僕側の方のお皿の面積が多分目に入るから、あの店主側の方にちょっと寄せて感触風をギリまで演出するとかちょっと分かります私もそれ。そうあとなんか、うん、汁は残してもいいけど、そうそう汁にギリギリ具が あの表出しないくらいのまでは食べきる、食べきるとかせめてかじるとかそうなんとなくこうお箸をきれいに揃えて、うん、あの食へのリスペクトはすごいんだけど残して万が一完食できなかった場合はね、あ頭の上ぐらいね、はい、持ち帰る時に出してくれそうな容器があったら強気になれるっていうか最近増えましたしね、持って帰れる、それ本当ありがたいですよね、持ち帰りいいですかってね。そこ本当なんか油断していったらこうカツ丼とかこんもりしててもうどんだけ食べてもこう丼から減らなくて、でなんかでもそれでもハフハフ言いながら、はい、なんとか食べて、ね、であのあれはちょっと厳しいなと思って、次行く時に親子丼だったら、うん、かつこんな重りだから、うん、結構あれのないバージョンだから、うんうん、いけんじゃないかなと思って、うんうん、親子丼頼んだら、うんうん、高さ全く一緒で、そうでしょ、ご飯だけがこう増えてた意識なんですね、もっと大将の美意識がやっぱすごくて、うん、その山を盛りたいっていうね、そう、その山を盛りたくてみんなに食べてほしくて550円みたいな、でも550円、でも食べ終わった後にあのすぐ前の自販機で水買うから実質670円ぐらいになります確かにそこも加味するとね、そう、うん、なんかね、そうなんですけど、なんかこう特チャーハンっていうのがあって、松月さん、松月さん、ね、はい、チャーハンに唐揚げが2個ついてるって、ね、もう嬉しい、でもダイナマイトメニューですよ、まあ、そうですね、チャーハンでだけでも多いのに、でその時特チャーハンの時だけはパセリがパッと置いてある、美意識がね、緑を添えてくださるんですね。あとね、僕そこの周りって、うん、安い八百屋さんとかこう安いスーパーあるんですけど、うん、絶対その人東急デパートで買ってるんですよねもやしとか美意識、すげえ美意識、間違えてるそれは間違えてる、美意識だなと思じゃあ結構東急の袋が置いてあったりとかして、東急で、はい、その松月の服のまま東急で買ってるんですよね、あれわざとなのかな、仕入れしてるんだなんか確かにね、ブランド物の紙袋持って歩くみたいなことな、持って歩いてる人みたいなそんなマーケティングある、そう、でもそこお母さんと2人でやってて、なんかね、本当なんか両方作れるみたいなんですよ、はいはい、お父さんがなんか有名なホテルのなんかシェフだったらしくて、うん、お父さんが出前の時はお母さんがパッとこう変わるんですけど、うんうんうん、それがね、あの今ワールドカップとか盛り上がってますけども、うん、
ジダンがよくやってたあのマルセイユルーレット、背中を通してこうくるっと回って、あの細い厨房で、あ、ツインボーカルシステムだからお母さんのパッと出前入ってよって言ったらパッとマルセイユルーレットこんなとこにファンタジスタいたんだみたいな。そうそうそう、みんなこう新聞見たりこうスマホ見たりしてるけど、僕だけこうニヤッとして見てるな、ニヤッとしてこう見逃さないな、あいいなと思って。でもそうですよね、やっぱり天使のファインプレーってありますもんね。いやだって本当なんかあれはなんかこう全て手元でできるようにね、うんうん、システムされてるから、計算され尽くしてますもんね、うん、なんか僕の二口残すなんていうのはもう散々見飽きてるんだろうな、だから開き直って残していいのかなって。あ、確かにね、あの終盤ね、ご飯食べてる終盤に、はい、自分に負けてそういうこと思い出したりとかこのお父さんが悪いんだよなとか思逆に入れすぎなんだよとか。でも結局後で聞いたらご飯少なめって言ったら少なくしてくれるらしく、うん、してくれるんかい。しかも50円引きにしてくれて嘘でしょ50円引き何回と思って、いやー、いいもの見たなみたいなね、名シーン結構やっぱ三木先生見てますよね。うん、なんかね、あ、いいなって思いながら、ね、町中華はまあなんか特にこうねサービスでやってるところが多いし、なんかねこういいですよね。いいですよね、いろんなシーンありますもんね。私もまあよくあるあるですけど、町中華であの店の息子が、うん、あの宿題してるシーンとかね、なんかキュンときますよね。あ、わかる。それで言うと、うん、あのね、平山さんと思ってたね紹介してない店があって、はい、春日にね、春日にある、はいはい、春日駅、春日でいいのかな、うん、にあるあのね、アジコサロンっていう、アジコサロン、そう、ネパール料理の店があって、はい、で僕何にも知らずに春日歩いてて、うん、なんかカレー食べたいなと思って、でも何もないから、うんうん、なんか本当ピュアに Google マップでカレーって入れてみたんですよ。ピュア膨大に出るじゃん。最近ねすごい Google マップもそれぐらいでよくしてくれる、うん、パッと近くにあるじゃんと思って、うんうんうん、まあね、なんかね肩幅ぐらいしかないね、うん、なんか長屋のね、うん、奥のところに暗いところでね、うん、何の標識もなくて、絶対これ嘘やわと思ってで、ね、来てるもんだって今ここに俺と思って、あのなんか反対側の時あるじゃん、 あります。そうそうそう、私すごい秘密の店だと思ってたら、そうそう、めっちゃ反対側に超でかいファサードあったみたいな、うん、あのパターンかと思ったらなくてあれないと思って、うん、ならそれなんかインスタもやってるみたい、インスタ見たら、うんうん、元気にやってますとか書いてて、本当に嘘つけよと思って見たら玄関こんな感じですみたいな、目の前の、うん、家で、家やんと思って、ほぼ家の店来た、ほぼ家じゃなくて、うん、家なんだ、家ね、ちょっと夕方っていうのもあったけど、はい、家やんと思って、うん、なんかお祝いの花がね2個ぐらい置いてあって、うん、家ちゃうやんと思って祝われてた回転をでもなんかね薄く電気ついててめっちゃ家なんですよ。でもこれでも本当家だった場合に入ったら危ないでしょ。そうですね、うん、で、あ、どうしようと思って一応電話して、はいって言って、チリンって玄関にチリンって電話がかかって家やんと思いながらなら、あ、やってますよっつって、どこですかって、前いるんですけどってどうぞっつったら、めっちゃ家で中も、うん、玄関も普通の玄関で、うんうん、なんかみんな靴脱いで後とかあって、うわ、あるあるある、そういうお邪魔しますって入ったら、はいはい、こっちどうぞって言ったら普通の居間で、うん、で引き出しも開いててタンスもわかる、こんな子供がはっお客さんだって顔でパパッとパッと宿題やめて2階ガタガタガタって上がっていって嘘でしょ。で目の前におばあちゃんがずっとお菓子食べてお茶飲んでて、でここどうぞって言われて、どうぞって言ったらその奥さんが後ろの席で保険の人と保険の契約してて、そうでしょ、家やん、家やんって言って、家やんって言って、なら急にあのネパールの方なのかな、なんかこの外国のその店主が来られて、家ちゃうやんと思ってなんか赤いナプキン置かれて、カレー食べますかっつって、あ、じゃあっつって、アジコプレートっていう、ね、うん、ネパールランチがあるんですっつって、じゃあそれ一つっつって、うん、家ちゃうんやと思って、はいっつってガラスドガラガラ開けたら、あの普通に家のキッチンでご飯作ってて家やんそこをね、オープンして
すぐだったんで、うん、本当家で今なんかあの調べたらやっぱいっぱい言われたんでしょうね、うん、そのなんかこうカレーの写真が貼ってそれでも家なんですけどねそうでもあそこはちょっとねすぐね平野さん一緒に行きたかったんですけど、ね、うわ行きたかったな、まあ、今も十分家なんだけど、いや家の店すごい好きで私も仕上げの蕎麦屋さんで、うんまあ、家なんですよね、うんうんうん、でも本当にまあ今で食べさせるスタイルですよね、うんうんうん、でテレビついてて、うん、でなんか近所のお母さんたち寄り合いみたいな感じで来て、うん、でもうすごいポタポタ焼きとかくれるんですよね最後もうコートパンパンになってそば以上になんかもらったおやつでお腹いっぱいみたいなね、おせんべいめっちゃくれますよ、ね、くれますよね、実家皿ね、そう私もう実家皿をね集めて大好き、実家皿の店が大好きなんで銀行からもらったね、そうそうそう、あミッフィーの皿とかでとかね昔の J リーグの皿とかねそうそうそういや話尽きないですけど味な副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回は永井向地さんを迎えて永井向地の味の店伺いましたが、いやありがとうございました。よかった、これでいいのかな。でも超面白い、本当にまだまだ話聞きたいんですけど、うん、ちなみに永井さん最近なんかこの辺ハマってるとか、さっき言ったその歩いていくじゃないですか、はいはいはい、今僕埼京線が西川口まで行ってるんですね、はい、すごい、そうで何もなくて西川口でも一個ねなんかね中華屋で、はい、なんか天龍って名前の店があって、はいはいはい、あまあ町中華かと思って、はいはい、でちょっと覗いて、うん、どうしようかなと思ったら、うん、ペペロンチーノって書いてある、嘘でしょ、嘘でしょと思って、でペペロンでも ね、ペペロンチーノとかっていきなりね入るのも良くないから、僕いつもそうなんですけど、こう最初一番こう下座のメニューっておかしいですけど、メニューの餃子ラーメン食べてチャーハン食べてちょっとだけ常連風邪気化して、今日は肉野菜いや麺の気分ペペロンチーノ行くかみたいなのに持っていきたくて、そっか、だから最初からいいとこ取りしないみたいなね、そうなんかでも本当常連の店ワイワイしてて一、うん、人だけ入って、うん、なんかオムライスって言ったら急に0コンマ何秒シーンとする時があって繊細、結構聞き耳立ててるやんみんなと思って、はい、お前のような人間がオムライスを頼むの早いよって、餃子と飯食っとけやみたいな、なんかやっぱこうね変に自分の中なんかあってペペロンチーノが食べたくて、今 3,4 回その頑張って食べてペペロンチーノ食べれてないんで、美味しかったら報告しますいやでもめちゃくちゃそれってなんかお店に対するリスペクトっていうか、こうやっぱいいとこだけかすめ取りたいみたいな気持ちってやっぱあるじゃないですか、名物メニュー食べたら行った気になるみたいな、やっぱそれちょっと自戒も込めてですけど、でも実はね、はい、総合的に良かったり、なんかこうね、お父さんお母さんのなんかケアが良かったり、たまたまその時忙しかったからなんかちょっと雰囲気悪かったりとか、そうですよね、そのいっぱいあるからね、やっぱ何度も通って味わい深めていく、うん、その方がなんかね、うん、楽しいというかね、美しいな、学びが多いちょっとこれは話尽きないんで、次回も出ていただいてよろしいでしょうか、はい、ありがとうございますじゃあ引き続き次回もよろしくお願いします、よろしくお願いします。そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味な副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。味な副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味な副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。